プラネットハンターズとは人間が NASA のケヘプラー宇宙望遠鏡とテスのデータを分析して太陽系外惑星を発見する市民科学プロジェクトであるイエール大学のデブラ・フィッシャーらによって立ち上げられたズーニバースの一部であるこのプロジェクトはプラネットハンターズとしてケプラーの観測データが最初に公表された後2010年12月16日に開始された 30万人のボランティアがプロジェクトに参加し、プロジェクトチームは8つの科学論文を発表した。2014年12月14日、プロジェクトはプラネットハンターズ2.0として再始動し、ウェブサイトがリニューアルされ、ボランティアが K2 の観測データを分析することを検討した。2018年11月の時点でプラネットハンターズは、 光天周期が2年を超える基地の惑星の50%を確認した。2017年にエクスプラネットデータエクスプローラーが開始された。これは、ズーニバースの別の惑星探索プロジェクトで、K2-138 系と太陽系外惑星 K2-288BB を発見した。このプロジェクトは、テレビ番組スターゲージングライブの期間中に開始され、 K2-138K の発見は番組の放送中に発表された。2018年12月6日、プラネットハンターズテスプロジェクトが開始された。トランジット系外惑星探索衛星の観測データを分析しており、2020年2月現在進行中である。このプロジェクトは土星サイズの太陽系外惑星トイ -813B を発見した。 プラネットハンターズは人間はコンピュータよりも視覚パターンの認識に優れているという事実を利用している。ウェブサイトでは NASA のケプラーミッションによって観測されたデータの画像を表示し市民科学者と呼ばれる人間がデータを見て構成の高度が時間とともにどのように変化しているか確認するよう求める。この高度データはグラフとして表され構成の高度曲線と呼ばれる。 このような曲線は地球から見た時に惑星が恒星の前を通過する時に恒星が現行する。この現行を利用して太陽系外惑星を発見する。従って恒星が現行している期間は惑星が通過していると言えるが誤検出が起きることもある。時々このプロジェクトでは連星の諸が観測される。基本的にこれらは互いに好転する恒星である。 惑星が恒星を現行させることができるように、別の恒星もそうすることが可能である。高度曲線には顕著に違いが現れる。トランジットが大きく、またトランジットが小さく見える。2020年9月20日の時点で合計711個の複数の惑星を持つ惑星系、または少なくとも2つの確認された惑星を含む恒星が存在する。 これらの惑星系には様々な通過パターンがある。惑星のサイズが異なるため、高度曲線は様々に変化する。恒星の表面で爆発が起きると、恒星フレアが観測される。これにより、急激に恒星が減光する。これまでに約1200万件を超える観測が分析されている。これらのうち、2012年7月の時点で34個の候補惑星が発見された。 2012年10月、プラネットハンターズの二人のボランティアが酔え連星系に、海王星型惑星を発見したことが公表された。一方の恒星のペアは好転し、もう一方のペアは約1000天文単位離れて好転している。これは、このような複雑な恒星系で安定した軌道を持つことが確認された最初の惑星である。 7200光年離れた位置に存在しており、惑星は pH1 ビットと名称がついた。これはプラネットハンターズ 1B の略である。黄色は終練性惑星を示す。薄緑色は複数の星系で一つの恒星の周囲を公転する惑星を示す。水色は二つ以上の惑星からなる惑星系を持つ主星を示す。主星の値は シンバドのデータを使用しており、それ以外は出展欄に示す。死等級は部位の値を表す。2013年9月、異常な激変性、キック940万6652を発見した。2014年4月、異常に活発な大熊座 SU 星型の申請。 ゲイレックス J194419.33 プラス491257.0が発見された。この激変性は、キック11412044の背景に存在する愛心性として発見された。2016年1月、キック8462852の異常な原稿が公表された。 キック846万2852の異常な高度曲線は地球外生命体の文明のダイソン玉が原因であるという推測が立てられた。2016年6月に32個の連星候補を発見した。また、太陽系外惑星候補も発表した。2018年2月、ケプラの観測データの5ヶ月にわたる視覚的探索によって、 最初の太陽系外水星が発見された。ありがとうございます。